ということで、よろしくお願いします。としのみやです。今回も、ステラリスやっていきたいと思います。今回はね、前回の続きなので、新しい船ができましたというところから、チュートリアル、科学者の任命ですね。立派な調査船はあるものの、それを指揮する科学者が任命されていません。私のプログラムは、有機体の科学者の船を、構成、要素に組み入れる利点を指摘すべしと強く訴えています。もし新規に科学者を雇用できないなら、他の部門から誰かを再発することもできますが、理想的な手段ではないですと。はい、了解です。雇用した方がいいってことですね、科学者を。で、すそさん、やっぱりサッカーと、そうですね。選手、テトラハンサーバイル選手はね、移籍してきました。こちらですね。ということで、今回やっていく指示が、はい、こちら。いやー、なんかいっぱいあるな。異物のちょっと持ってきてはちょっとよくわかってない。説明もここに書いてくれてないので、これはわかりません。あ、てか、そうかそうか。チュートリアルって書いてないのはチュートリアルじゃないんですね。それを無視しましょう、ちょっと。チュートリアルですね。科学者の任命。はいはい。ということで、調査船を選択。リーダーを任命。リーダータブが開く。雇用している科学者が表示される。で、リストジョブの雇用ボタンを押す。はいはい。ああ、わかりました。そういうことですね。ということで、今回手に入ったテトランザバイル選手のね、コーチをつけると。そういうことですね。はい。科学者を雇用するわけですね。この人たちは研究中だから、すでに今いる人たちを使うのは、まあ、しょうもないと。新しい人を雇うべきですということですね、多分。はいはい。じゃ雇用しましょう。うん。コストかかっちゃいますけど、200ですね。もう、600くらいコストがあるので、自分たちは。まあ、全然いいでしょう。特性がいろいろありますね。うんうん。ちょっと特性は僕はよくわかってないですけど、研究速度が速いってことはこの子は使いやすいんじゃないでしょうか。科学者、リマサラさんですね。こちらを雇用していきたいと思います。はい。で、割り当て可能。はい、割り当てましたね。これで OK かな？で、多分これ時間進められたらダメですね。はい、時間進めて OK と。科学者は新しい調査船の責任者を拝命し、今は好きな時に、うんたらかんたらと。はいはい。で、新しいチュートリアルが出てこないですね。新しいチュートリアルの時間を進めたら出るかな？出ないですね。今出てきた文章の感じから言うと、こいつをとりあえず、どこか他の惑星に島飛ばしにすべきかな、ということですかね。じゃあ、ここに飛ばしましょう。はい、行ってらっしゃいと。これで、実感進めてみましょうか。チュートリアルがこれで終わるってことはないですよね。せっかくパート1はこれ切ったんですけど。はいはい、飛んでいってもらって、やってますというところで、状況レポート、この二つの調査で何かしてきてっていうのはよくわからないので、まだ。どうしたらいいんですかね。で、向こうに飛ばした子は、調査もう終わったのかな？調査中ですかね、まだ。あ、調査中ですね。はい。こういうところでね、今、うちの国はね、FC ミアは独立勢力で、クラブチーム、フロントをね、主勢にしてやっていってるんですが、はい、伝統が取得可能。はいはい。伝統を採用するのに重要な統合力があると。我々の造船計画はうんたらかんたら、おっと、はい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 。この辺はでもまだ戦わないので一応じゃなさそうだから、造船技術が
高くなる方がいいですね。これを選択しましょうか。うん。これでいいでしょう。で、停止中だったのを動かして、あ、ちょっと待ってください。チュートリアル出てきましたね。造船計画画面で新しい船を手動で設計できます。手順はかなり簡単ですが、完全に自動化することも可能です。はいはい。ということですが、どういうことだってばよ。よし。とりあえず新しいチュートリアル出てきてくれたのでやっていきます。新しい宇宙船を設計するには、上部のドロップダウンメニューからクリックするか、F9 を押して造船計画画面に移ってください。新しい計画ボタンをクリックし、設計する船の種類を選択するように促されたら、コルベットを選んでください。コルベットですね。コルベットを選ぶ。で、次は画面上部の区画なしボタンをクリックして区画を選びましょう。え、細かいですね。多いですね、やることが。コルベットは最も小さい戦闘艦である。はいはいはい。あ、一つの区画だけで構成され、あ、区画っていうのはそういうことなんですね。はいはい。輸送や機能のスロットの数を決定します。使用可能なスロットをコンポーネントで埋めてください。はい。ということで、F9 をしましょう。新しい設計ですかね。いや、コルベットでいいのか。いや、新しい設計にしましょう。新しい設計、コルベット。区画がないを選んで、区画を選択ですね。ミサイルボート、インターセプター。これ効果がわからない。効果がわからないんですが、インターセプターが一番サッカーっぽいんで、それにしましょう。多分こいつはディフェンダーです。よし。兵器スロットをね、クリックすると、搭載可能な兵器コンポーテのところに一覧を表示する。はいはい。わからないですけど、とりあえず、つけれるものは全部乗せてしまえばいいってことなんですかね。マスドライバーはね、かっこいいんだよね、名前が。つけていきましょう。よいしょ。はいはい。とりあえず、つけれるものは全部つける。よくわかりません。よいしょ。こんな感じでいいんじゃないですか？はいはい。うん。コルベットね、作っていきますと。はい。できた？今。ダメかな？あ、保存しなきゃいけないのかな？設計面。これらの船のアップデートや変更は自動設計モードになってる。自動設計モードを切るのはどこだね？設計自動生成。これか？うん。あ、こういうことですね。これで設計自動生成を切って、設計面は、なんでもいいですね、これ。メンゼス。変換設計の名前を。わかんないですけど、コルベットらしいんで、コルベットでいいでしょう。これ。ん？かな？いいのかな？よし、コルベット。コルベット級コルベット、あ、コルベット級の何を作るかってことですか？え、僕わかんないです。最初に適当に言ったんで、ディフェンダーとか書いておきましょう。よいしょ。ディフェンダー級のコルセット。そういうこと？わかんないけど、保存です。はいはい。これでできたんじゃないですかね。よいしょ。ということで、止まってた時間を進めるといいの？うん。よし。チュートリアル進んでますね。チュートリアル終わってるみたいなので、もうちょっと時間を進めてみましょう。何か建造ができた頃とかに、新しいチュートリアルが出てきてくれるんですかね。チュートリアルって大体前のやつが、なんか、消えると同時に次のやつ出てくるもんだと思ってたんですけど、案外そうでもないですね。うん。はいはい。リーダーがブーラット。あ、はいはい。ちょっと待ってください。なんか出てきましたね。アノマリーミキサー系、成形。はい。この荒れ果てた岩には古代の先駆文明の活動痕跡が見られる。壮大な、極めて困難って書いてますね。っていうことはちょっと危ない
ていうことなんですかね。これはじゃあちょっと当面は放っておくにしましょうか。当面は放っておくにします。よいしょ。で、はい、こういうことですね。当面は放っておくでいいんですよね。進めていきましょう。進めてるよね。うん。はいはい、ちょっと停止しましょう。また来ました。なんか、ちょっと停止。自動で停止するのか、これ。何か出てきた時がね。うん。ミキサー、戦略資源を発見。なんか、長回し。ミキサーライン、調査中。シマブザ・パーフルが。これまで知られてなかったエキゾチック機体を数種類発見した。この機体は多種多様な用途があるが、高度なエネルギー兵器と力場に運用できる。おー、強いですね。すごいですね。我々はまだ、この資源を抽出する手段を持っていないが、将来のためにこの政権を支配していくことを検討すべきだ。はい。了解ですね。ということは、こっちですかね。キミサーの、こっちですね。確か、シマブがいるのは。シマブは今、ここを調べてるんですね。ここですね。了解です。ここはなんか制圧しておくといいんじゃないかって言われましたね。続き、行きましょう。はい。もしかして今、中途であるじゃないですかね。じゃあ、進めていきまーす。待機中とかいうのがありますね。なんか、この辺なんかさせましょうか。待機中になってるのかな。あ、この辺は、いや、調査中になってるのかな。どうなんでしょう。わかりませんね。あ、でもこれは、あれか、設計基地を作るかどうかって言いましたね。これは、キミさんに作りましょうか。よいしょ。これを作らせましょう。はいはい。これさっきも出てましたね。二度と表示しないようにしておきましょう。君たちは調査中ですね。はいはい。あ、ここから結構いろいろいじるんですね。アウトライナーかなって書いてたな、これですね。で、この辺の造船系もしていっていいのかな、ということですね。あ、でも、ちょっと、どうなんでしょう。資源を食べちゃいますからね。でも、調査船は増えておくと、なんかいいっていうのをね、結構、さっきから、コンピューター押してきてたので、調査船を作りましょうか。調査船、2個もいる？あと、そうだ、ディフェンダー級のコルベットを作りましょうか。造船しましょう。というくらいで、また進めていきます。リストラマー、ここも、調査船作っていきましょう。よいしょ。なんかいっぱい出てきましたね。はい。リーダーがレベルアップ。はいはい。リーダーがレベルアップ。リーダーがレベルアップの、調査系の調査が完了しましたね。はいはい。アノマリーを書く。アノマリー。これさっきのあれですね。困難だったから諦めるっていうやつで、ここの調査がまず終わった。じゃあ調査終わったこの子は、次のところに飛ばしましょうか。次、上に行きましょう。これやって、これか。うん。で、飛ばして、次、キミサー。キミサーを調査してた子には、さらに下に行ってもらいましょう。よいしょ。はい、こういう感じですかね。いける？あれ、いけないのかな？あ、違う。キミさんを調査してた子には、これを押して、こうですね。はい。調査させていきます。とにかく序盤が調査することしかできないんですかね。よくわかってないからかもしれないですね。よいしょ。ということで、調査しつつ、まあ、基地も立てていったりという感じですかね。うん。建設船がもうちょっとあった方がいいのかな？はいはい、何か見つけましたね。日常業務で対応できる。はいはい。さあ、これは研究してもらいましょう。よし。じゃあ、続きどんどんいきますよ。これは、困難だったやつ。これは、建設完了。はいはい。
ね、完了しました。で、この辺の選手たちがね、また、来て、当選が完了したので、うちのチームにね、移籍してきたって感じですね。この感じで、結構ね、どんどん調査できるなら、建設線を増やして、建設線にどんどんね、位置も立てていった方がいいのかなと思いますね。よくわからないですけど、交差点もいっぱい作ったですね。よいしょ。で、これは今調査してもらってる。よいしょ。じゃあ、この辺で多分ね、余ってる今調査線とかが見れるので、よいしょ。マップを開く。マップ開いてる状態で、調査線を選択したらどこにいるかを教えてくれますね。あとはここに書いてますね。フロントにいるのか。フロントにいる調査線は今度フロントの周りに送っていきますか。この子、あ、リーダーを任命していませんね。雇用する。あ、これどんどん雇用してたら、お金なくなりますね。これはまずいですね。あ、じゃあちょっと作ったけど、この子たちはまあ、作った場所で待っといてもらいましょう。今いる子たちでね、調査していきますか。ところで、どうしようかな？よいしょ。またなんか、連絡来た？はいはい。ああね、いろんなものができて、建設完了系ですね。この辺の報告は。そろそろチュートリアル新しいの来ないんですかね？チュートリアルって、いつ増えるんでしょう？これがちょっとわからないから、どうなんでしょうね。とりあえずじゃあ、今回いろんなも作ったし、新しいとこも一つ開拓した。二つだっけ今回開拓したのが。開拓したのでね、ここら辺で、パート切っていこうかなと思います。そうですね、クラブ財政なんですね。うちのクラブは今ちょっと財政なんで、スポンサーを見つけないといけない感じになってますね。よし、では、今回はこんなところで、パート2ですかね、終わっていきたいと思います。では次回以降の動画もよろしければお願いします。ということで、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。お疲れ様でした。またねー。